デイビッド・レターマン・レイ・ホール・レターマン・ラニガン・レーシングはアメリカ合衆国のレーシングチーム。現在はインディカーシリーズ及びアメリカン・ルマンシリーズにパートタイムで参戦している。チームの拠点はオハイオ州ヒラード。チーム名の由来は1986年のインディ500勝者であるボビー・レイ・ホールとテレビのトークショー司会者。 コメディアンであるデビッド・レターマン、そして実業家のマイク・ラニガンの3名の経営者の名前から取られている。1991年のカートシーズン終了後、ボビー・レイ・ホールはギャレス・クラコレーシングを離脱した。レイ・ホールはコンスタントに上位でフィニッシュしたものの、1989年から1991年シーズンまでで2勝しか上げることができなかった。 同様に、ダニー・サリバンは、アルファロメオのエンジンを積んで三端たるシーズンを終えた、パトリック・レーシングを離脱した。サリバンは、ギャレス・レーシングに加入し、レイホールが、パトリック・レーシングに、加入、二人は、それぞれのチームを、結果的に交換することとなった。しかしながら、1991年の冬に、パトリック・レーシングは、 アルファロメオ製エンジンの財政及び法的な問題のため活動を停止した。法的な問題とは当時パトリックの搭載したアルファロメオ製エンジンはシボレーのインディカー用エンジンの部品を流用していたという噂が表面化したためである。1991年12月頃、レイホールと新たなパートナーのカール・ホーガンはその問題を抱えていた。 パトリックレーシングの資産を取得する。新たなチームは、レイホール、ホーガンレーシングの名称で活動を始めた。オーナードライバーのボビー・レイホールは、晴れて搭載が可能となったシボレーローラをドライブし、チームは、活動初年度の1992年に、シリーズタイトルを獲得した。1992年末にレイホール、ホーガンレーシングは、レイホールが、かつて所属した。 トゥルースポーツレーシングチームを吸収した。チームは活動拠点をインディアナポリスから古くからトゥルースポーツの施設があるヒラードに移転した。同時にチームは開発を初めて2年になるトゥルースポーツの自製車 C 計画を継承した。レイホールは翌年には新たなレイホール方眼性車 C を導入するを意志を示すために1993年のシーズンには アップデートされた、トゥルースポーツ製シャシーを改良したものを、レーホールホーガンシャシーと改名して参戦した。第3戦、ロングビーチで2位を獲得したが、スーパースピードウェイでの競争力がないことが判明し、その成功は短命なものに終わった。インディ500で予選を通過できず、チームは、翌週にはより競争力のあるローラ戦シ,シーに変更した。 結局独自シャシーの開発プログラムは放棄された。1994年、レイホールホーガンは、ホンダ製 HRX インディ V-8 エンジンを用いて参戦することを発表したが、インディ500では、ホンダエンジンに競争力がないことが判明し、レイホールは2年連続で、チームが予選落ちするという危険を避けるため、ホンダエンジンを使用しないことを決断。 チームは、インディ500で2台のペンスキーイルモアを借り受け参戦。レイホールが、インディ500を3位でフィニッシュした。インディ500後は、ホンダエンジンに戻したが、シーズン23で期待外れのシリーズ10位という結果に終わり、結局この年限りで、ホンダエンジンの使用を終了した。1996年にホーガンと他元を分かち、チームは、チームレイホールと改名した。 続く数年にわたって、チームは、ブライアン・ハータ、マックス・パーピス、ケニー・ブラック、ミチェル・ジョルディン・ジュニアを起用し、2001年シーズンにはブラックが、シーズン2位を記録した。レイ・ホール自身は1998年をもって、ドライバーを引退した。1996年はじめに、レイ・ホールと長年の友人であり、熱心なレースファンであった、デビッド・レターマンが、 チーム経営に参画した。チームは2004年5月に名称を、レイホールレターマンレーシングに変更した。2005年シーズンは2004年のインディ500勝者である、バディライスに加えて、ビットール・メーラ、ダニカ・パトリックの3名が起用された。2009年はスポンサーが集まらずフル参戦から、撤退し、インディ500などのスポット参戦に専念。 この状態が2011年まで続いた。2011年には、実業家のマイク・ラニガンが経営に参画し、チーム名もレイホール・レターマン・ラニガン・レーシングに、解消された。2012年に再びフル参戦を表明、キロボルト・レーシング・テクノロジーに所属していた、佐藤拓馬を起用した。インディ500ではスポットで、ミシェル・ジョルダイン・ジュニアを起用した。 2013年から2017年はチームオーナーであるボビー・レイ・ホールの息子であるグラハム・レイ・ホールのワンドライバー制でインディカーシリーズに参戦していた2018年シーズンは再び佐藤拓馬がアンドレッティ・オートスポーツから移籍という形でチームに復帰しレイ・ホールとの二ドライバー制で参戦する2019年から2021年もレイ・ホールと 佐藤が残留し、二大体制で参戦する。また、2019年は、ジョーダン・キングが、2020年は、スペンサー・ピゴットが、2021年は、サンティノ・フェルッチが、インディ500のみ参戦する。2020年のインディ500においては佐藤が、自身二度目の優勝を果たし、レイホールも、終盤がまで、トップ争いを繰り広げて3位という快挙を成し遂げた。 2009年から BMW M3 でアメリカンルマンシリーズに参戦。同シリーズがユナイテッドスポーツカー選手権に改組されてからも BMW との関係を継続しており、事実上 BMW のセミワークス格のチームとなっている。2022年からは BMW M4 GT3 で同シリーズの GTD プロクラスに参戦する予定。 また2023年から導入される予定の LMDH でも BMW が投入する BMW MLMDH のチーム運営を担う第一線ホームステッドマイアミにおいてファイナルプラクティス中の事故により死去ダンウェルドンの死亡事故によりレースキャンセルとなったありがとうございます